こちらの川のとこまで道を降りてきますので、うん、でしばらくで岩を楽しんでいただいて、あの橋あります、小さな川ありますね、川沿いにずっと上がってください。はい、ここからは 2、3分で行けると思います。ここまで20分ぐらいですから、私の足で20分ちょいで行けるんですけどね、そうすると歩けばね、まあそういうとこなんでそんな遠くはないん で途中途中あのようにもみじも時々ところどころね、もみじの群生があって見どころはあると思います。ここに大きな、ちょっとずっと細道行くと、川沿いに行くと、でここにね、切り株にヘルメットかぶってあります。はい、手前を上がってください、手前をずっと、はい、ちょっと丘っぽいる感じですね。でここから厳しくなりますんで、足元が。あ、向こうでいいかな。うん、向こうに出るかもしれない。めっちゃ丁寧に教えてくれんな。すごい人間だ、びっくりした。ねえ、冷たっ。結構本気やな。ほら、めっちゃ怖ない？あ、でも言ってたな、ヘルメット。あ、言ってた。で、ここでね、切り株にヘルメットかぶってあります。これか、言ってた。でもこれさ、夜見たらめっちゃ怖いやろな。超怖いねんけど。
こんなとこなの。知らんかった。面白い。え？今日は険しすぎません？なんと。来た方がこっちなんで。下道で来た。いないちから。いないから。はい。そうしたらね。はい。念だめ。これ左行ってください。ここから左。左。ね、はい。これずっとね、ぐーぐーぐーってきます。もう上の方に桜、あのモミジあったんですけど、だいぶもう枯れてます。はい、はい。でもその手前、その辺とかね、ちょっとこの秋のその、なんていうの、この茶色を見て帰ってほしいな。ああ。こっち来る先で、バス通り。神田のね、グランドの、門があるんですけど、バスが出ます。ちょっともうついでやからガソリン使うのと全然今時間は申し訳ないけど、せっかく行くわけですから最後の秋説明でお楽しみください。ゆっくり走ってくださいね、はい、ずっともうその辺この日が当たってね綺麗と思うんですよ。はい、もうしょうがない、夜なんじゃないけど普通に綺麗やけどだいぶ紅葉が進んでますので、あ、ありがとうございました。お風呂入ってください。左で。ありがとうございました。素敵すぎる。めっちゃいい人。
プロマン。